大阪市立五条小学校は、大阪府大阪市天王寺区にある公立小学校。天王寺区の中部、大阪上本町駅南側から4、天王寺北東にかけての地域を校区とする。古代の南波宮の乗望制で、北から5番目の筋が、学校付近を通過していたことが、公明の五条の由来となっている。校区内にある大阪警察病院に院内学級を設置し、 同病院に入院中の児童への教育を行っている。同校の院内学級は大阪市立小学校としては2番目に設置されたものでもある。大正時代に設置された大阪市天皇時代後尋常小学校、大阪市天皇時代6尋常小学校の2校が学校の起源となっている。大阪市天皇時代後尋常小学校は 従来の大阪市天皇寺第一人上小学校及び大阪市天皇寺第四人上小学校の校区を再編し、1913年4月14日に現在の五条小学校の場所に設立された。また1920年5月26日には、南区天皇寺北山城5455番地5459番地に、 大阪市天皇寺第六尋常小学校が設立された。天皇寺第六尋常小学校は天皇寺第二尋常小学校及び天皇寺第五尋常小学校の校区を再編して設置された。その後1923年には天皇寺第五、天皇寺第六の二校の校区の一部を分離再編し、大阪市天皇寺第八尋常小学校が開校している。 1934年の室戸台風では、天皇寺第五小学校で校舎が倒壊し、児童や教職員ら9人が死亡し75人が重軽傷を負う大きな被害を受けている。1939年には、天皇寺地域の小学校で従来の創立番号順位の校名をやめて地名などを取り入れた名称に変更した。その際に、天皇寺第五小学校は、 五条尋常小学校、天皇時代六小学校は、桃岡尋常小学校と改称した。桃岡小学校の名称は、かつて地域一帯に桃畑が広がっていったことで、地域が桃山と呼ばれていたことに由来している。当初は桃山小学校の名称を希望したが、地域内の他の小学校との兼ね合いもあり、桃岡小学校の名称が採用された。 1941年の国民学校令により、五条国民学校、桃隆市国民学校へと解消している。太平洋戦争の選挙区悪化により、1944年から1945年にかけて五条国民学校は、奈良県吉野郡吉野町へ、桃隆市国民学校は、大阪府中河内郡縄手村へ、集団疎開を実施している。 1945年の大阪大空襲では、校舎や校区に被害を受けている。そのため、終戦直後の1946年には、桃隆史国民学校を休校都市五条国民学校に統合している。桃岡小学校は校舎を占領軍に接収された。接収解除の後、大阪市立宮古島工業専門学校や、大阪市立高津中学校の仮校舎として、 使用された。その後1955年には、旧東急小学校後に五条小学校の分校を設置したが、分校は1982年に廃止されている。桃岡小学校跡地には1986年、大阪市立天皇寺図書館が開館した。ありがとうございます。